ユーセファーバードシナゴーグはテヘランで最も大きなシナゴーグの一つである。公式な名称はケニーセイエス・コテ・シャーロムという。シナゴーグの建物は西洋流の世俗主義に基づき各宗教を対等に扱おうとしたパフラビー朝時代の1965年に建てられたものである。建て替え前のシナゴーグは1950年代初期に建てられたものであった。 首都のユダヤ人人口が、とりわけ、ユーセフ・アバド地区で増えるにつれ、新しい建物が必要であると決まった。アブラハム・ユシアン率いる地元コミュニティの助けを得て、新しいファサードの建設は1965年10月に完了した。新しいシナゴーグの扉は、ユダヤ歴5726年の老主ハッシャーナーに、公衆へ開かれた。2003年の2月8日には、 モハンマド・ハータミーがユーセフ・ハーバード・シナゴーグを訪問した。この訪問は、1979年のイラン、革命後では初めて、現職のイラン・イスラム共和国大統領がシナゴーグを訪れるという歴史的な訪問であった。イランのユダヤ教徒コミュニティを代表して、イランにいるラビの中で最も位の高いラビである、ユーセフ・ハマダーニー・コヘンとハールーン・ヤシャヤーイ。 イランのユダヤ人コミュニティ評議会議長が大統領を迎えた後、大統領が演説を行った。彼らの他に、モリース・モータメドン議員らが出席した、この催しでは、ユーセフ・ハマダーニー・コヘンがトーラーを収める筆を開け、祈りの言葉を栄称した。ありがとうございます。